こんにちは。推し活楽しんでますか？ウイスキーのリコチです。イラストの力を信じて推しを自作イラストで推してるタイプのオタクです。この動画を見に来たということは、プリンターを使ってイラストを印刷したいと考えていらっしゃる方がおそらく多いと思います。そんな方にはぜひおすすめしたいエプソンミニプリンター、私が愛してやまない型番 PF71 のロール紙ホルダーを使ってミニキャラステッカーを作るよという動画をお送りします。このプリンター、くるくる丸まったタイプのロールタイプの光沢紙シール対応なんです。もちろんプリンターの初期装備でロール紙のホルダー付き、もうこれは使えって言われてるようなものですよね。と言いつつ、実はこのロール紙のセット、ハマる人はハマる罠があるんです。私もセットするときに20分30分かかって、もうダメだって諦めかけたのを皆さんには体験してほしくない。じゃあ詳しく正しいセット方法の動画を作っちゃおうということで、今回動画撮影をして編集しております。意外と融通効かなくて、多分大丈夫でしょうと適当に組んでいくと、謎のエラーがずっと出続けます。ちょっとの勘違いだった。さてさて、プリントするだけじゃなくて耐久性を考えた方法で自作ステッカー可愛くしていきますよ。最終的には最近買った満腹ブックにステッカーとして貼っていきます。今回使用したものは概要欄にありますので、気になったら見てみてください。前置き、ステッカーをプリントすることってあんまりないかなとも思ったりするんですが、お名前シール的に使ったり、室内の植物の鉢にそっと種名を書くのに使ったりできるなぁなんて思ってます。ちょっと前までオリジナルのデータの商品で在庫を持たなくていい通販サービスのピクシブファクトリーさんで1枚ずつ発注したりしてました。1枚じゃなんかもったいなくて、毎回3枚ぐらい頼むものの、使う用、保存用、予備用とか考えちゃうんですよね。気軽にステッカー配れるなら推し活友達に配る用にも用意したいなぁなんて思い始めて、このミニプリンターとシール紙が一つあれば、60ミリ幅で 2.2 メートルプリントできる無限ステッカーとなるわけです。水濡れしてにじむのが心配という方には、100均でゲットできるアイテムを追加するのがおすすめ。この動画後半でお話ししますので、ぜひ最後まで見てくださいね。では本日の目次です。1、光沢紙シール開封。2、プリンター PF71 にセット。3、プリントする。4、100均アイテムで水濡れも安心。5、PC に貼る。な流れでお話ししていきます。光沢紙シール開封。ではロールタイプのシール紙を開封していきます。こんな箱に入ってますね。お名前シールや小瓶に貼るシールを前提としていそう。適合機種は PF70 と記載ありますが、PF71 でもちゃんと使えますのでご安心ください。簡単な説明書も同梱されてます。プリンターにセット。ではプリンターに付属の部品にセットしていきますね。こんな風にホルダーがパカッと開くので、間にロール紙をセットします。ここからが私がハマった箇所なんですが、このロール紙を本体に差し込むところですね。こっちじゃなくて、ここから差し込んでください。でないとプリンターが認識してくれなかった。意外と別の場所からも差し込めちゃうので、それがハマった原因でした。買ったのが7月初旬だったので、エアコンつけてる部屋なのに汗だくになってわかんない。なぜわかんない。で、2、30分格闘してました。続いて、プリントする。これはおそらく PC からプリントするより、スマホかタブレットのアプリを使ってプリントするのが良さそうです。サイズ感とかの調整もすごく直感的でわかりやすい。
PC からだと割と細かく設定できたりはするんですが、慣れてない方は多分スマホアプリからなら思った通りにできそうです。今回私は iPad からプリントしていこうと思います。ロール紙にプリントするときは通常のエプソンプリントアプリではなく、マルチロールプリントというアプリが必要になります。これですね。事前にインストールしておいてくださいね。アプリを開いた画面はこんな感じ。今回は写真シールの項目からプリントしようと思います。ハッとして今気づいたんですが、宛名シールにも使えるんですね、これ。私は推し活していて、推しの出た番組宛てとか雑誌社、CM スポンサー企業に推しの起用ありがとうございますみたいなハガキを送ることが多々あるんですが、その時宛名書くのが苦手で、絵を描くのは得意だけど文字を書くのが苦手。これを使えばさっと貼るだけだから緊張しなくて済むな。近日試してみようと思います。よし、ちょっと話はそれましたが、まずは写真シールの項目をタップ。次に新しいシールをタップ。いろいろとサイズが出てきます。今回はどうしようかな。ちょっと大きめの 80mm×60mm 縦1枚を選んでみようと思います。プリントする絵柄はこれ。最近描いたケモミミッコです。では、80×60mm のエリアをタップしてください。写真のカメラロールが開くので、お好みの写真を選びます。すると、こんな感じで表示されます。あとは、イラストが画面に収まるように拡大縮小、位置変更をしていきます。完了したら右上の次へを押します。するとプレビュー画面になりますね。一番下に歯車マークがあるので念のためタップします。一番下に自動画像補正というのがあるのでオンオフを調整します。オンにするとアプリ側で色合いを調整してくれて、はっきりくっきりめにプリントできるみたい。今回はオンにしてみようかな。プレビューはあんまり変わらなかったけど、薄めの色を使ってる方はやってみてください。プリントするデータは保存もできるみたい。後から同じサイズで量産できるのも嬉しいですね。さて、この設定でプリントします。プリンターくん頑張って。こんな感じでプリント完了です。そうしたらハサミでまっすぐにカットしてあげれば完成。実はまっすぐにが重要だったりします。若干斜めだったり波線みたいに切ってしまうと、次のプリントをするときうまくプリントできない可能性があるから、ここは気合い入れてくださいね。100均アイテムで水濡れも安心。さて、ここからは100均アイテム登場です。これはセリアで以前ゲットしたクリアオーロラシート、シールタイプオーロラカラー、2シート入りです。サイズは A4 サイズ。無地タイプを今回使います。このサイズなら他にもクリアホログラムシートシール15センチ4柄8枚入りというホロシートも使えそう。キラキラ主張したいときはこちらを使ってみてくださいね。さて、プリントしたステッカーに合わせてオーロラシートを貼ります。これで水濡れ、指紋や汚れから保護できちゃいます。貼るときは剥がしながらティッシュでくるくる圧着させていくのがいいかな。さて、貼れましたね。そうしたらハサミで必要な部分だけ周りをカットしていきます。後からカットすることで隅々までしっかり保護できるようになりますよ。私が愛用しているハサミはこのネバノンというハサミ。縫いのお洋服を作るときの布をカットするのにも重宝するし、シール系を切るときもサクッと切れるのがおすすめです。質感もめっちゃおしゃれです。 PC に貼る。さて、ここまで来たらあとは貼りたい場所に貼るだけ。最近 MacBook を買い替えたのと、
今回は透明な PC 保護カバーをしっかりつけてます。カバー部分に貼っていこうかなと思います。先に個人的に好きなブランドのステッカーも貼っちゃってますが、ここに加えていきます。このロールシー、真ん中からシートを剥がすタイプなんですよね。なので隅っこからなかなか剥がれないっていう感じの手間がゼロです。すっごくはかどる。嬉しいですよね、こういう粋な計らいのある製品。よーし、貼れたかな。わーい、無事に貼れました。かわいい、かわいいぞ。よし、本日の企画、私的にはとっても満足です。本日のまとめ、今回はロールシセットでハマる人を少しでも減らそうということで、1、光沢紙シール開封、2、プリンター PF71 にセット、3、プリントする、4、100均アイテムで水濡れも安心、5、PC に貼るな流れでお送りしました。ぜひ皆さんも気になったらステッカー作り試してみてください。コメント欄に作ってみた報告など書いてもらえたらとっても嬉しいです。引き続きエプソンのミニプリンター PF71 のレビュー動画増やしていきたいなと思ってます。もしこのプリンターでこの機能どうなのみたいな質問あれば、こちらもぜひコメント欄で書いてみてくださいね。可能な限り返信や次の動画でアンサーをしていきたいなと思ってます。最後にちょっとしたお知らせです。現在イラスト制作などのお仕事募集してます。今表示している QR コードからオーダーページに飛べます。企業様、個人様問わずこのサイトからご連絡いただけたらとっても嬉しいです。もしこの動画が良かったよという方は高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネル、ウイシキでは私リコチが推してるコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったりシーリングスタンプだったりドール活動だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。